日本鹿児島県鹿児島市木入町木入町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧イブスキ群木入町大和崎入れ。郵便番号は891-0203。人口は4368人。世帯数は1952世帯。面積は11.93平方キロメートル。鹿児島市の南部、八幡川下流域に位置している。町域の北方から西方にかけて、 木入中名町、西方に南九州七蘭町長里、と西方から南方にかけて木入一総町、南方に木入前の浜町、東方に鹿児島湾が接している。町域の東端を近港湾に沿って国道226号が南北に通っており、沿線には道の駅木入が所在している。国道226号にほぼ沿って、 いぶす枕崎線が南北に通っており、町域内には木入れ駅が所在している。中央部を東西に、鹿児島県道232号木入れチラン線が通っている。中央部には、鹿児島市役所木入れ支所、鹿児島市立木入れ中学校、鹿児島市立木入れ小学校が所在しており、旧木入れ町の中心地であった。現在の木入れ町は、 1988年に大技木入れとして設置されるまで、大技中名及び大技前の浜の一部であった。ただし、行政区や小学校区としての木入れはかつてより存在しており、1988年の地域再編によって、これを一致させた。現在の木入れ町の区域は、江戸時代から明治時代にかけての木入れ座と、明治時代から昭和にかけての木入れ村。 昭和から平成までの木入れ町、平成の大合併以降の鹿児島市木入れ地域の中心地となっている。明治時代初期には木入れ里の児童仮屋及び上皮隊の軍務所が現在の鹿児島市立木入れ小学校の場所に設置されていた。1872年には常備隊は廃止され、それに代わって古町役場が軍務所跡と現在の善光寺の場所に設置され、 1879年の軍政施行により、キ入レ共四村の連合校長役場が軍務所後に設置された。1889年の町村政施行後は、キ入レ村の役場をキ入レ小学校敷地内に設置していたが、1896年に現在の鹿児島市役所キ入レ支所の敷地に移転した。1934年5月20日には、イブスキ線が開通し、 キーレ駅が設置された。1988年1月1日に、大和中名及び大和前の浜の各一部から分割され、キーレ町の大和、キーレとして設置された。分割された理由として、キーレ町郷土市には、地区名と大和名の違いから生活に、不便や不都合が生じたためとある。2004年11月1日に、キーレ町が、 日置郡松本町、郡山町、鹿児島郡吉田町、桜島町と共に鹿児島市に編入された。合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって、木入町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、 表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である、町の区域の設定及び、地の廃止が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技切れは廃止され、大技切れの全域をもって新たに、鹿児島市の町、 木入れ町が設置された。また、木入れに設置されていた木入れ町役場は、鹿児島市役所の支所となった。2011年10月には老朽化していた旧木入れ町役場を使用していた木入れ支所の建て替えが行われ、鹿児島市役所木入れ支所と木入れ公民館の複合施設として完成した。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。鹿児島市役所キーレ市所鹿児島市立キーレ、中学校鹿児島市立、キーレ小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。道の駅、キーレ。ありがとうございます。